皆さんこんにちは、お絵かきバーチャル YouTuber のやきまゆるです。今回は XP ペンさんのご提供により新作液晶タブレットアーティスト22セカンドのレビューをしたいと思います。こちらの液タブ、なんと大画面液タブなのに安いんです。僕は今 XP ペンさんのアーティスト24プロという液タブを使っているんですが、この商品約10万円するんですよ。ハイエンドモデルで結構高めなんですね。似たようなサイズのアーティスト 22R プロっていう液タブも約8万円です。ちょっと学生さんとかだと8万、10万っていうのは高いなーっていう感じですよね。で、XP ペンさんの安い大画面液タブもあるんですけど、かなりね、ちょっと古い商品しかなくて、ペンは充電式だし、色味もちょっと悪いし、しさも最新のと比べると、って感じで、今買うにはちょっとなっていう感じのやつしかなかったんですよね。そう、XP ペンさんの大画面液タブで安くてね、ちょうどいいやつっていうのがなかったんですよ。そんな中、アーティスト22シリーズ新作来ました。ようやくですよ、ようやく。そしてね、お値段もめちゃくちゃ安いです。Amazon での現在の価格が 49,980 円。今なら 5% オフのクーポン適用で 47,481 円で購入できちゃいます。このサイズで約5万切るんですよ。本当にね、安いです。で、こちらの液タブ、安いだけじゃなく、性能もかなりね、良さそうなので、そこもね、今回しっかり見ていきたいと思います。そしてさらに、こちらの液タブのプレゼント企画もやっちゃいます。こちら、後ほど詳細をお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは、早速見ていきましょう。グリーティングカードに、保証書、そしてクイックガイド、説明書です。ちゃんと日本語で書かれています。そしてこちら、クリーニングクロスに、お絵かき用の手袋。じゃじゃーん。そして、お次は、こちら、ペンです。ペンは、筆圧感知が8192レベルです。かなりハイエンドな検知レベルになっています。そして、傾き検知機能もしっかりついていて、ボタンは2つ、ここにあるタイプです。そしてね、充電は不要なペンになっています。ペンケースの蓋がそのままね、ペン立てになります。そしてペンケースの後ろを開けると、このように返し印が8本入っています。で、お次はこちら、ケーブル類です。はじめに言いますが、こちらの液タブはパソコンとつなげて使うものになります。で、パソコンとつなげる方法なんですが、もともとね、2種類のケーブルが用意されているので、こちらのタイプ C での接続もできるし、この USB と HDMI を2つ挿してつなげる方法もできます。残りは電源ケーブルです。そして、こちら、本体です。めちゃくちゃね、でかいです。画面にはね、初めからアンチグレアスクリーンが貼ってあります。液タブの裏は配線がね、ごちゃごちゃしないようになっていて、こちらね、まあ、ここに配線通して、さらにね、ここに蓋もね、しっかりつけることができます。個人的に嬉しいのがこれですね。なんと、イヤホンジャックがついてるんですよ。僕は液タブが一番いい位置にあるので、液タブの画面で任天堂スイッチとかのゲームをするんですけど、液タブってね、だいたい音が出ないんですよ。かなり無茶な方法で音を出してゲームをしてるんですよね。なのでこれはね、めちゃくちゃ嬉しいです。もう全部の液タブにね、イヤホンジャック導入してほしいなって思います。で、こちらの液タブ、ショートカットキーはないタイプになります。ショートカットキーはキーボードや左手デバイスを使う方かなり多いので、そういう方にとってはいらないんですよね。ない方が本体もスッキリするので、左手デバイス派の僕的にはめちゃくちゃ嬉しいです。そしてこちら、かなりね、しっかりとしたスタンドがついています。16度から90度での角度調整がね、可能です。それでは、パソコンと液タブをつないで初期設定をやっていきましょう。やり方はとっても簡単で、パソコンとつないでからドライバーという専用のソフトを公式サイトからダウンロード&インストールするだけです。
クイックガイドの通りにやれば大丈夫です。セットアップでの注意事項としては、もともと何か液タブやペンタブのドライバーが入っている場合はアンインストールして PC を再起動してから入れるようにしてください。ドライバーをインストールした時に新しくできたアプリで液タブの画面はこれだよっていうのをちゃんと設定してください。また Windows のディスプレイ設定で配置、サイズ、解像度を正しく設定してください。それでは実際の描画性能を見ていきましょう。画面は 21.5 インチ、解像度はフル HD で IPS 液晶、色域は Adobe RGB90%、 指でのタッチ操作には対応していません。画面はね、もうめちゃくちゃ大きいです。 A4 の紙と比較すると、高さは A4 の紙よりもだいたいこれぐらいね、ちょっと小さいかなっていう感じで、横幅は A4 の紙2枚よりも、このぐらい、まあ、これぐらいね、大きい感じになります。同人誌の見開きとかがほぼほぼ原寸で表示できちゃうのがいいところです。液タブの画面って大きいと資料を表示したまま絵を描いたり、イラストをあんまり拡大縮小しないで絵が描けるので、とってもね、便利です。また画面をこうかなりね、急な角度で立てておけば姿勢も悪くなりにくいのもポイントです。ただ本当に大きいので自分の机のサイズを測って置けるかどうかをしっかりね、確認してから購入するようにしてください。で、 IPS 液晶はデザイナーに適していると言われている液晶で、いろんな角度から見ても色がね、とってもね、安定しているっていうのが特徴です。そして先ほどちょっと紹介した色域っていうものは画面で表現できる色の数みたいなもんなんですけど、こちらかなり高色域になるので印刷物用のイラスト制作でもかなりね、安心して使える性能になっています。色域について詳しく知りたい方は液タブの選び方っていう動画で詳しく説明しているので、よければね、見てみてください。それでは皆さん、お待たせいたしました。描画性能を見ていきたいと思います。まずはね、追尾性能から見ていきたいと思います。早く動かすとこんな感じです。ゆっくり動かすとこんな感じです。切り抜きはこんな感じで、かなりね、思った通りに描画できています。ペン先とカーソルの視差はだいたいね、これぐらいになります。ほとんどね、ないですね。資産はね、以前のアーティスト22シリーズよりもね、なんか少なくなったような気がします。で、キタブは四隅の方に行くとペン先とカーソルのズレが大きくなっちゃうことがあるんですが、四隅でのズレもかなりね、少ないと思います。そしてペン先の沈み込み問題もほとんどありません。安価な液タブってこのペン先が画面に触れただけでは絵がね、描かれなくて、なんか先っちょがちょっとこう沈んでから線が描かれるっていうようなね、動きをするような液タブがあったんですが、こちらね、バッチリペン先がね、触れただけで、このようにね、絵を描くことができます。描き心地は今回シャーペンっぽい感じですね。表面の滑りがすごい良くて、サラ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 描けるので、すごいね、シャーペンっぽい感じです。なんか描いてる感じも 2B の鉛筆みたいな柔らかい感じじゃなくて、どっちかっていうとね、なんかシャーペンのような、ちょっとね、しっかりしたような印象を受けます。それではこの後は実際に絵を描いて気になるところがないかを見ていきたいと思います。アーティスト22セカンドで絵を描いてみたメイキング動画を流しながら、実際に描いてみて気づいたことなどをお伝えしていきたいと思います。今回は今制作中の新衣装の僕を描いていきたいと思います。まず最初にお伝えしておきたいのが、液タブって実際に絵を描いてみると変な動きをするなっていうのに気づいたりすることがあるんですが、こちらの製品は全く問題ありませんでした。最初から最後まで安定して絵を描くことができました。描き心地もとっても良かったです。シャーペンに近い感じだったので、特にね、スッと線を引くときにすごい滑りが良くて描きやすかったです。で、なんとですね、ここでビッグニュースがありまして、近々新生活セールで
10% オフで購入できるそうです。この動画が上がったばっかに見ている方、概要欄にリンクを貼っておきますので要チェックです。また XP ペンさん、結構ね Amazon でセールしてたりするので、こまめにチェックしてみるとお得に購入できるかもしれません。今回のアーティスト22セカンドは、大画面液タブを安価で手に入れたいと考えている方には本当にねおすすめの液タブです。自分は XP ペンさんの製品を長年使っていますが、とてもね気に入っています。ぜひご検討ください。とは言っても新しい液タブどん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 出てきますので、最新情報は要チェックでお願いします。そしてお待たせいたしました、プレゼント企画のご案内です。今回ご紹介したアーティスト22セカンドを抽選で1名様にプレゼントしちゃいます。プレゼント企画の応募は、僕と XP ペンさんのツイッターアカウントをフォロー、該当ツイートをリツイートすることで応募できます。該当ツイートができ次第、概要欄にリンクを貼っておきますので、そこから該当のツイートを確認してどんどん応募してください。ということで、 XP ペンさんの新作液タブアーティスト22セカンドのレビューでした。ヤキマエルのお絵かきチャンネルでは、お絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではー。